平野紫耀、芸歴11年で一番の得意ポーズ、披露にファン感激、愛を感じました、キンプリの絆、の声。平野紫耀26、芸歴11年で一番の得意ポーズ、を披露し、ファンの間で大きな反響を呼んでいます。平野は16日、自身のインスタグラムを更新し、特別なポーズを披露しました。 俺の芸歴11年の培った、同神宮。そう、ピースです、とコメントし、神宮寺ゆ太とのツーショット写真を公開しました。これは撮影のオフショットと思われ、平野と神宮寺が、ピースのポーズをしている姿が映っています。この投稿には96万件を超える、いいね、が寄せられ、多くのファンからのコメントが殺到しました。 この紫陽くんの文面に愛を感じる。みんなが幸せでありますように、金プリの絆を感じました。すっごく愛を感じました。そういうことか、五人、繋がってて嬉しいよ。これは紫くんからの愛だ、ね。優しい気持ちになります。弟たちへの愛を感じるピースでみんなが繋がってるね、ねといったコメントが寄せられました。平野は今年5月にキング・アンドスから脱退し、 ジャニーズ事務所を退所しましたが、今月7日に神流寺と共に滝沢秀明氏が設立した、とべ、への合流を発表し、新たなスタートを切りました。一方、キング・アンド・オブ・スは2人組として活動を続けており、8月16日にはニューアルバム、ピースの発売も予定されています。平野の得意なポーズである、ピースは、 彼のファンにとって特別な意味を持つものとなっています。彼の芸歴11年の中で培われた経験と才能が集約されたこのポーズは彼の魅力を象徴するものとなっています。彼が自身のインスタグラムでこのポーズを披露したことでファンは彼のパフォーマンスとキャリアに対する愛情を強く感じたようです。 また、ファンからは彼が新たなスタートを切る中での金プリの絆やメンバーへの深い愛情も感じられました。彼らのコメントには、金プリの絆を感じました、弟たちへの愛を感じるといった内容が含まれており、彼らの絆がいかに強いものであるかを示しています。平野の金プリだったと飛部への合流の発表は、 彼のファンにとっては驚きと共に期待と希望を抱かせるものでした。彼が新たな環境でさらなる成長と活躍を果たすことを願っているファンは多く、彼の未来へのサポートも熱いものとなっています。一方、キング・アンド・スとしての活動を続ける彼らも新たなスタートを切る準備を進めています。 彼らの新アルバム、ピースの発売が発表されたことで、ファンは彼らの音楽活動に対しても大きな期待を寄せています。彼らの音楽はこれまで多くの人々の心を魅了し、彼らが二人組としても素晴らしいパフォーマンスを見せることでしょう。平野仕様の一番の得意ポーズの披露は彼のファンにとっては特別な瞬間であり、 彼の魅力を再確認する機会となりました。彼の芸歴11年の中で培われた才能と経験は、彼がこれからもさらなる飛躍を遂げることを予感させます。ファンは彼の新たなスタートを心待ちにしており、彼の活躍を見守っています。今後の平野市王とキング・アンドピスの活動にますます注目が集まることでしょう。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。